ここがアイゼンド、あああるわ。さ、だいぶ休みましたし、だいぶ時間も経ったんで、こっちからだとちょっと道が歩道がないんであれですけど、歩道のあるとこまで出たいな。この先か、あそこから行った方が良さそうに。ちなみにそこの先のところを曲がっていくと富田林に行けるみたいですね。ちょっと歩道がないんでこっちから行かせてもらいましょう。あとなんか水間観音さんはやたら伊藤園さんのやつが多いですね。なんか水間鉄道さんもえらい伊藤園が1押し、2押し、3押しぐらいの、サンガリアじゃないじゃない1、2、3押しぐらいのね勢いで置いてありましたけど、ここもなんか限定のあれになってますもんね。へー、あ、こういうあれがあるんや。あ、水間寺とこんなコラボレーションした限定のやつとかも売ってんだ。ちょっとさっきお茶買っちゃったから後でちょっと買いましょう。へー、で、あの水間観音はどっちかというと本来メインはあっちの観音様ね、龍の滝のところとかのはずなんですけど、やっぱ恋愛推しの方のが受けがいいのか、なんかほぼほぼ恋愛の、お寺さんみたいな感じの、あの愛禅堂のやつが完全にゴリゴリメインで出てますね。で、でもよかった、涼しかった。とりあえず駅の方まで戻ってきましょうかね。他にもね、いろいろとあるみたいですね。ね、水間寺公園もあって、駅があって、この奥にもいろいろとまた、関連の施設とかあるみたいですけどね。で、奥の方とこっちの方はさすがに最近そうですけど、あ、でも温泉あるんだ。温泉いいな、温泉いいな。で、この奥はこれが葛城山なんだ。ああ、そっかそっかそっか、葛城山っていうとあの御所の方のイメージが強いですけど、そっか、あの山挟んだこっち側がちょうどこの辺りになってくるんですね。へえ、こっちが新しい道みたいですけど、こっちはちょっと道細そうやから、こっちもありやすい、これ行くか。あたりもうちょっと見てる。とりあえずまず、いろいろ商店街、昔ながらの商店街もあるんですね。ここは練炭屋さん。練炭の元祖らしいですよ。こんなところに練炭の元祖あったんですね。高田石油、石油、石油ってなってるけど、練炭なんや。これだから歩くなら旧道の方のが良さそうですね。でも商店街って感じになってますしね、いいですね。貝塚の駅前だけがバーッとあるわけじゃなくて、こっち側にもいろいろあるんですね。こうなるといい観音も見れたし、タコ観音気になるな。ここはタコ焼き、いいですね、こういう感じであるたこ焼き屋さんね。ほら、ベランボでも欲しいな。これはちょっと超えるぞ。これは歩くならやっぱ旧道の方がいいですね。あっちに案内が旧道の方で出とったのも分かりますね。これはもうほぼほぼ歩道がないですもんね。ちょっと怖いな。側道の方に入りましょう。これはちょっと歩き続けるの怖いわ。もうこの細さですもんね、歩道ないもんね。別格本棚みたいなんですね。こっちから行きましょう。さあ、千代かなたに戻ってきましたけどね。いやいや、まだイベント開始前なのに、どうしよう、電池1本空いちゃうよ。取りすぎましたね。いやでもね、先手必勝ですからね、こういう動画とかはね。そう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 、いや
はい、いい感じで来てますよ。こんなところなんで、よもぎのブランド、よもぎ蒸し、あ、サルマセラピーみたいな感じか。色々あるのかな。本当の方が食べ物には魅力がある。これで半ぐらいかな。あれ、こんなにあるって言ったっけ。あれ、行き過ぎてるよな、これ。だって、奥はオープンまで来ちゃってるよ。ダメだ。あ、でもこんなところにお地蔵さんがいますよ。それが三松の、このお地蔵さんなんですね。軽く手合わせてもらいましょう。あ、いろいろ、やっぱ愉快なところ多いですね、こういう。どうも、足もくとかと明らかに行き過ぎましたよね。戻らないといけません。ここはここまからなあかんかったのかな。ここですね。いやいやいや、すっかり一仕事した気分になってますけど、まだイベント開始前ですもんね。いやいや、じゃあそこで体力回復しといてよかったですね。もういっぱい集まってます。すごいね。結構いっぱい集まってますね。いやいやいや、これ多分イベント中はあんまカメラ回せないかもな。